こんにちは、トコチャンネルです。今日は、また初心者様向けのね、おっそ分けファイルの作り方ね、なんかないかなと思って考えてて、で、ちょっと前にね、これいいんじゃないと思ったのを見つけたんで、それで作りたいと思います。まずこちら。多分ね、購入品紹介でも、紹介してると思うんですけど、マイスクラップブック、要はスクラップブックですね。これをね、使っていきたいと思います。今ね、多分、ジャンコードこれ見えるかな。こういう向きか。あんまり、ね、近くに寄ってもピント合わないんでね、この辺でやっといて、後でスクショして拡大するかなんか見てくださいね。スクラップブック12枚。なんですけど、もしかしたら、ちょっと前、かなり前、これ、ちょっと、ダイソーさんで多分買ったと思うんですけど、私が買った時はね、この、柴犬、秋田犬、ね、ワンちゃん柄だったんですけど、次行った時何柄だったかな、ちょっと忘れたけど、違う柄のが置いてあったんで、まあ、もしかしたらね、違う柄であるかもしれないんですけど、まあ、これ、まあ、作ってくんですけど、作ってこれがないってなると、多分ね、もう作れないじゃんってなると思うんで、これ、4冊買ってあって、1冊試しに作ってみたんですよ。で、あと2冊あるんでね、作ったやつと、このまんま、何も加工してないね、このまんまを、後々、どっちが好きかな、プレイ企画で出すか、この作業動画出すか、どっちが先になるか分かんないけど、まあ、両方ね、作ってみたい人も多分初心者の方でね、作り方分からない、でも作ってみたいっていう人は、ね、でも材料がないとかなると困るんでね、一応、材料って言ってもこれだけですけどね、これだけのと、ファイルになってるのと、を、まあ、プレイ企画したいなとは思ってます。で、まずこれね、中に12枚。確かね、12枚って書いてあるんですけど、これ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、10、あ、12枚あったわ。これ、私、最初に作ったの10枚しかなかったけどね。まあいいや。で、まあ12枚あっても、ここにね、ページのポケットがないから、通常だとね、簡単に作ろうと思ったらもう、ここがもうポケットになってるやつだったら3ページぐらいでいいかなと思ったんですけど、ポケットないから、まあ5ページ分ぐらい作ろうかなと思って、1、2、3、4、5? え、ちょっと合ってる ?5 枚。5枚ね、取って、残りこれ、ページ作る材料にします。で、この時に、こういうね、こういう、なんていうの、リングノートを、ここね、やって、カラーって、引っ張らないけど、カラーって引っ張ると、開く道具があるんですよ。一冊目はそれでピッて開いて、取り出して、で、カッターナイフでピッて切り揃えたんですけど、多分みんながみんなこれ持ってるとは限らないんで、チョキチョキ、もう5枚本当にちゃんと取ったよね。もうね、この辺、本当に5枚取ったよね。ね、これね、ハサミでね、チョキチョキ切れるんです。はい。こういう風に、ここで、このリングのとこで、こういう風にね、切っていけば、この紙もできるし、これも、よいしょ。ちょっと、スとこう抜けるんで、こういう風にね、ちょっと外していきたいと思います。トコチャンネル。はい、全部ね、外し終わったら、今度このガタガタのところをね、切り落とします。他の、6枚切り落としてます。よいしょ。で、長さ的にはもう、ちなみにこの
これに使うペーパーは折り紙です。最初に言ってなかったね。折り紙です。あの、A4 のデザインペーパーとかね、あの、なんだっけ、12インチのペーパーとかね、その高いのは使いません。あくまでもね、初心者様用を前提に作ってるんで、あの、100均で揃えれるものばかりです。これね、全部100均なんでね。ここいしょ。で、これを、ページ作るときに使う紙にします。で、こっちにはもう5枚だけ。5枚だけにしてあります。で、あと、これ。これ取らなきゃいけない。これをね、取らなきゃいけなくて、ちょっと跡がね、残っちゃうんですよね。まあ、仕方がないといえば仕方がないんですけど。よいしょ。こういうふうにちょっと四角く残っちゃうんでね。まあ、これはこのままにしとくか。まあ、あの、リングね、外せる人は外して、裏向きに使っちゃえば。いいんです。いいんです、ね。でもまあ今回リング外すのないっていう前提でね、やっていくんで。もう一つの方はね、リングで外してるんで、向き変えてやってるんですけど。まずね、じゃあ順番にやっていきましょう。ここはね、この表紙とこの裏はね、あの折り紙貼らなくて後でやります。まずこのページからいきたいと思います。今回使う折り紙、何でもいいんですけどね。どれだ、これだ。これと、まずこの3種類と、トレーシングペーパーは、1、2。トレペも私、あの、ちょっとこれずれてますけど、このね、ドットと花柄と、ストライプのものをね使います。この後もね、またあのページ数少ない超簡単なスワキファイル考えてるんですけどね、それはまたそれはそれに立ておいて、まずはこのペーパー使っていきたいと思います。2枚用意してるのは、こう置いてもらって分かるように上下が空きすぎてる。左右に対して左右はね、なんかいい感じなんですけど、このぐらいにすると左右とこう縁に合わせ、空いてるスペース合わせるとこんだけ空いちゃうんですよ。なのでね、あの、なんとかしたい。なんとかしたい。ここで使うマステは何かあるかな。多分あるよな。この辺でいいな。なので、まずこれをする前にページをつけたいと、なんか落ちた。ページをつけたいと思うんですけど、これ自体が、これじゃ測れよ。これ自体が17センチなので、半分、8.5 だよね。半分ぐらいポケットにしたいんで、あ、これちなみに この高さの向きで置いといてくださいね。まず1枚用意して、で、高さ 8.5 なので 8.5 切ります。よいしょ。 8.5 切るときこっちじゃなくて、でっかい方が切りやすいんだよな。 8.5 ここですね。あ、ちなみにあの 5mm の両面テープも使います。見ての通り定規とね、あのカッターのやつね。
もう一回か。これはこれでまた取っといてくださいね。なんか使うかもしれない。使えるかもしれないんでね。で、8.5 を切ったんで、ここをコの字に5ミリの。いつもだとね、私はのりしろ作るんですけど、この紙っていうか、このスクラップブックのページやペーパーを使うから、もうのりしろとか作ってると大変になるんです。はい。なので、本当に初心者様向けなんで、もうのりしろとか作らずに、直接もうピシッと貼り付ける方法を取っていきたいと思います。使うのはね、今回私、スティックのりは使わない。ボンドはもしかしたら使うかもしれないけど、基本両面テープ、この5ミリの両面テープを基本でやっていきます。すいません、咳して。で、これサイズが、これ 15.5 で切ってるんですよ。折り紙そのまま貼れるように。で、8.5 なんで、折り紙幅そのままの高さ、8センチ。これね。を、まず切りたいと思います。2枚とも出しておこうか。よくしょ。よいしょ。まず、下から、8センチ。下からね。ペーパーの向きこうだったんで、横向けて下からっていう風にしてます。まあ、このペーパーだと向きどうでもいいのはいいんですけどね。正直。そんなに影響ある柄ではないんで、どういう向きでもいいんですけど、ただここはつなげようと思います。8センチ。切ります。はい。で、下の方、上はね、ちょっと置いといて、下の方を貼ります。5ミリで。よいしょ。しまったけどまたいいよ。ちょっとね、短時間ではファイル一冊作るのね。私はこう作業工程見せてるから、短くはできないんですけどね。早送りもしないし。まあ、もしね、この初心者のを見て作ろうと思う人は本当に初心者の方だと思うんで、早送りとかさ、ショートカットしちゃうとね、何したの、作り方わかんないじゃんってなると思うんで、その辺はね、せずに。で、どっちだっけ、どっちが上だっけ、こうだね。だからこっちが下か、こっちが下でね、真ん中に一本入れとこうかな。で、面積広いんでね。よいしょ。で、これに貼り付けます。もう一回ね、上下の位置関係だけ確認してね。ちょっと待って、両面テープちょっとはみ出しちゃった。ここにはみ出すとね、ねちょねちょするから。はみ出しちゃったらちょっとハサミで切ります。よいしょ、なのかな。よいしょ。そしたらね、上下ね、上下。こっちが入れるポケットになるんで、上下間違えずにね、貼ってくださいね。上下特にある柄の人。これ最悪間違えてももうひっくり返して、柄が繋がらなくてもいいやーって使えば何とでもなるんでね。その辺だけご確認を。で、一箇所外して、
で位置合わせだけ。あ、ちなみに今回あの角丸とかしません、持ってないの前提。あ、しませんとか一箇所するとこあるんですけど、あのそれはハサミで全然大丈夫なんで基本ね、あの持ってない前提でやります。なんかずれたな今まあいっか、ちょっと待ってね、今さら直せやん、うん、無理だね。左右そんなにずれてないかな、うん、そしたらもうあとね外して読んで外してね貼っていくだけです。まあね、ちょっと3月に入ってからゆっくりしようと思ってるんで、これもねゆっくりしていこうと思ってます。よいしょ。あ、ちなみに今日3月2日です。で、これができたら一応ねこうつながる予定なんで、この子もねあの後ろに両面テープ貼ります。よいしょ。刀筆ちょっと危ないよね、容器の邪魔だよね。今日ね天気悪かったから、あのまだね、あ、そう今日ねって言いながらまだね、あのお裾分けファイルの方の中身詰めてない、詰めれる状態じゃないんでねぐっちゃぐちゃになってるんで、買ってきたものが、なんでね今日天気が悪かったからラックをね一つ組もうと思ってるんで、外で室内でラック組むスペースがないんで晴れたらしようかなって、明日ぐらいに。ああ、まずここ片付けてね、この作業場をね片付けて、ラックを画用紙とかいろいろなものがこの角度に置いてあるんですけど、それどけてラック組んで、ラック入れて、よしじゃあ別のところに移動移動しようかなって。これどうしよう、真ん中入れなくて、でこれをねペラッと1ページ目開くって、にゃっにゃっ、これをねあのこのページの角に合わせてこうポケットにします。こっちに寄せずにね、あなたも邪魔ね。でこの時もねあの1箇所だけね、ちょっとあのこっちのね両面テープちょっと外して、で角にねしっかり合わせて、でこっちの下もねしっかり合わせて、ずれてないねと、こっちもねちゃんと合ってるねというところでギュッと押さえて貼り付けます。であとはポケットなんでね2箇所よいしょ、テープ結構よいしょ、これねよいしょ、なんかちょっと違うとこから外してる私よいしょ。でこのままねそーっとずれないように貼り付けます。これでねまずここポケットできたんですけど、これをね今度ここに貼るのに、こう貼っちゃうとね、あのここであの紙が完全に終わってるのが丸見え、ここでね紙が終わってるの丸見えになるんで、ちょっとだけあのこの折り紙のところに合わせてこうやって貼りたいと思います。なのでどっか一箇所、どこがいいか、上がいいかな、上下が合わせれるもんね。で一箇所上合わせたら、そしたらよい
って。すいません、咳しちゃって。で、左右外し、よいしょ。左右を外して、上も外して、ここね、ちょっと貼るときにめんどくさいんですけど、逆向けて、ヘラかなんか用意してください。なん定規とかでも。そうだね、定規でやった方がいいかな。どこだ、定規だったんだ。定規とかね、あったら、先にね、定規をこのポケットに入れてください。で、ちょっと浮かしてください。そのまま真ん中、押さえてってください。そのまま指で。で、ここ両面テープちょっと浮きますんで、気にせずに。浮いていいです。浮かなかったら浮かなかったで、このまま無理やり押し込んでしまえば、やっぱりちょっと浮くんで、大丈夫です。で、ギュッと押さえれば、絵がつながってるように見えるね、ポケットになります。で、今はちょっと浮いたけど、他ちゃんと押せばくっつくんで、ここはちょっと強引に行きましょう。なんか虫がいた。お前虫がいたよって言われてね。これも虫？違うな。はい、ということで元の向きに変えます。はい。で、あとここが広いじゃないですか。ここをね、こうやって上でも下でもどっちでもいいです。私は。上とやるとなんか柄がこうなんかどうせつながってないなら全然つながってない方がいいなと思うんで下から取るんですけど、ここをねセンチで測るんです。自分で例えばここを開けてあるの 2mm2.5 ぐらいなんですよ。 2-3mm なんですよ。なんでここもね測ってみると 1.5 ぐらいかな。だから1.3ぐらいで切っちゃえばいいサイズになるんですよ。 1.25 ぐらいでいるよね。だからそう思うと 1.5 とかは難しいけど、これ25ぐらいかな。いや、もっといっとるわ。もうちょっと下げないかも。何かな。こんなもんでいい感じや。ちょっと上は分からんけど。なのでね、このぐらいで、うん。切っちゃいます。これは残りです。で、切っちゃったら、まあ、どっちでもいいね。1.5 なんで、1.2 なんで、1センチのだと端張れないんで、5ミリを2本、両端に張っていきます。よいしょ、こっちもね。真ん中2ミリぐらい浮くぐらい開くぐらいやで、ね、2-3ミリ。よいしょ。よいしょ。で、ね、こんな感じかな。もうね、この隙間はもう空いてて全然問題ないです。そしたら、まあ。一箇所外してね。で、これに幅合わせて、ちょっと斜めってる、うん、ここちょっと隙間空いてもいいです。なんか貼るんで ね、ちょっとここ隙間空いちゃったけど、気にしないでください。こういうこともある。
ここのね隙間よりもここのが斜めってる方の方が目立つんで、ちょっと待って両面テープが取れないよいしょよいしょ。はい。で、ちょっと空いてるのは気にせず、なんだっけ。マステ貼る人はマステ貼ってください。マステないっていう人は、違う折り紙か、これみたいに両面だったら、両面を利用します。まあ、マステあるのはあるんですけど、とりあえず両面使ってみます。この時に私はね1センチでいいかな、1センチ使おうと思うんで、1センチ、あ、こっちだ、こっちのねチェック柄を使いたいんで、1.5 だとちょっと太いよな。1センチ幅の両面テープを端っぽに貼ります。基本は5ミリなんですけど、ね、5ミリしかないよって言ったら5ミリ2本貼ればいいだけのことなんで、でここにこう両面テープにカチッって当たるんで、定規がね、で今カッターナイフ探したら足元落ちてた。そしたら当たった状態でカッターナイフでスッと切ってください。そうすると1センチ幅のね、なんつうのマステじゃないけどテープが出来上がります。そしたらね、これ私これ外すの苦手なんだよね。このヘラがあるとね自然に剥がれてくれる。自然にこうやって上手に。そしたらちょっとこれ手前に持ってきますね。そしたらここのね真ん中からよいしょ、ここの真ん中までねピッと貼れば、あれちょっと長さが違ったぞ、でもまあいいか、まあこんな感じでね貼ればつなぎ目もごまかせるごまかせる。なんかすっ飛んでたぞまあごまかせる。で、さっきのねこの余ってる紙で、チェックでいいか、ちょっと違う気がする。また後にしよう。ここにねなんだっけタグみたいなの貼ってね見てもいいかなと。はじめチェック、さっきのさこの余ってたとこやった私、これをねここに貼ってチェックの折り紙貼ってねタグみたいにしようかなと思ったんですけど、ちょっと後で考えます。とりあえずねこれで1ページ目ポケット出来上がりですね。簡単でしょで2ページ目いきます。次はね縦ポケット作りたいと思います。なのでねこれ縦足りないんで、これはもうお休みです。後ろに回してください。で次の紙用意して縦ポケット作りたいと思います。で、この縦ポケットをいくつにするかなんですが、まあ、イメージ的にこれ 15.5 なんで、半分だと 7.5 ぐらいなんですけど、私は7でしたかな。7。ちゅうことで、これ、こっから7ね。これは、でかい方で切ります。7センチ。そうそう。だから5ページにすると7枚余るんで、
結構ね、なんだかんだできます。だからもう、なんていうか、ページのね、ページじゃない、ファイルの側、側っていうのが何ぞ、土台、外側をね、作るのが苦手っていう人は、こういうのをね、利用してもいいんじゃないかなって思います。これはこれでちょっと置いときます。で、まあもちろんこう切ったからには、こういうコの字で両面テープを貼ります。ああ、腰が痛い。腰が痛いって言いながらね、やるという。この字にね。あ、ちなみにこれ5ミリね、手で切って切れる人はね、切ってもらって構いません。こうやってね、こうやってよいしょ。でこれでこの字にこう貼ると、でここにだから折り紙を貼りたいんですけど、今度はね、この折り紙を貼ろうかなと思うんです。で、ここが、7センチだったので 6.5 で、とりあえず切ります。とりあえず切ります。6.5。6.5 で切ります。これちょっと取っといてくださいね、まだ使うんで。6.5 で貼るんですけど、これをね、あの合わせてもらってみたら分かるんですけど、幅はねちゃんと 0.5 のずれなんですけど、上下が開くんですよ。で、この時に、どうしようかな。まあ、マステをね、持ってる人は、マステで。ない人は、折り紙の別の紙を用いて、また1センチ1センチ作った、1センチ2センチか1センチ作って、貼ればいいんですけど、なんかいいのあるかな。今使うの結構両面が多いから何か使えるかな。ピンとこないから余ってるさっきのチェック使おうかな、また。で、横幅は折り紙の幅でいいんで、またね1センチを上下に貼りたいんで、2本作ります。1センチ、私はね、マステで1冊目はね結構作っちゃったんですけど、そのマステをねいくつ持ってるかが把握できない、その初心者の方っていうのは。私はね、100均大好きでアホほど買ってるから、初心者の頃からマステとか折り紙とかいっぱいあったんだけど、ね、持ってるかどうか、私みたいにバカみたいに買うかどうか分かんないんでね。これ2本作るんで、まず1本目ね、うん、手にくっつくな。で2本目、それだいぶ手前でやってるよね、ごめんね、ちょっと離れてねやってるから、この足元にちょっと置いてるからさ、いろんなもの。で、机広くなったら机にピタッてくっついてやれるんかな。ちなみに買ったのはね、ピンクなんてさ、スモークピンクみたいな色のはず、ネットで見た時はそう見えたからの、机をね買ったんだけど、もう机でかくなるとこたつがすぐ横にあるからね、どうなるんでしょうと思いながら、家の間取り的にみたいな。これね、チェックの2つできたと思います。はい。
で、で、なんだっけ、6.5 が2つ欲しいんで、もうこんなのね、普通に重ねて 6.5、この辺だね。ああ、そっか、こっちで測ればいいんだ。これで測れば間違いないんだよな。この幅と一緒にしたいんだから、ここでね、同じ幅でちょんと切り落とす、はい、そうすると上下ね、上下できる。そしたら、これに両面テープだ。忙しい忙しい、両面テープ貼りましょう。今日、あ、さっき言ったけど3月2日なんですけど、あのこれのね、簡単なこのファイル用の、これのファイル用の蛇腹をね、あの作ったんですよ。折り紙ばっかりで。そしたらね、折り紙12枚消費できたから、あ、これ折り紙消費案件じゃないよ、折り紙消費シリーズ作ろうと思って、早速今日ね作って、そのまま撮影して作ってアップしました。一気に12枚減ったらいいよね、いいよねって言い方変だけど、取っときたい人は別かもしれないけど、私ね、アホほど持ってる人はね、消費するのにいいかも。でもね、もう私もね、あのいっぱいアホほど持ってるけど断捨離します。もったいないと思うけど、これからね、欲しいものだけちゃんと買うというふうにね、しようと思って。で、で、ここのね、左右、あ、一緒か。こんなもんやで。よし、めくれた。めくれやんかなと思ったらめくれた。これをね、見ただけ多分ね、上下左右このぐらい開くんじゃないかなっていうとこにね貼ればいいと思うんですよ。くんじゃないかなと思うところにね貼って、あ、ちょっと右寄ったったな。そしたらこれをね、上下あるんかな、バラ、あ、じゃあ左右があったな、こうやな、こっちからこう、中が先からスマホがピカピカ光った、この位置決めね、上下左右のこの辺かな、幅的にもいいかな。そしたらこっちの位置的にも合っとるよね、よいしょよいしょと貼り合わせて、あとはもうね、両面テープ外していくだけなんで、よいしょ、お、ぶつかった、よいしょ、ドンビシャッビシャッと貼ってください。で、残りのこっちもね、柄的に言うとちゃんと合っとる、合っとるね、あの柄の向き、
こう合わせたいとき、あのちゃんとこの字が外に行くようにね、お願いします。うん、あの多分ね前にも言ってると思うんですけど、こういう縦ポケの時は私はこう中から入れれるように、そう、こうしちゃうとスパーンって出ちゃうんで、こういう風につけたいんでね。でこういう風につけるからこういう向きでっていう風にやってます。でこれの両面テープ貼ります。どこつなぎ目、どこつなぎ目あった。つなぎ目を見失ってるという。ちなみにこの両面テープをね、あの貼るときに今私ちらっと表向いてみたんですけど、こう貼るんで、こっち側から外してこっちに行くように、なのでこっちに先にね、縦に1本貼っちゃった方が、あのここがね、後からこう重なってると取りにくいんで、見えたかな、ここね、まあ、貼っちゃったからしかない、うん、ちょっと一工夫ね、その辺。で今度貼るときはこう貼るんですけど、こう貼るって、まだこれこっち貼ってなかったね、これ先貼らなきゃいけないわ、ごめんなさい、ボケてた。またね、これもこっちから貼るかな、よいしょ、ここね。そしたらまた角をね、ちょっと持って角にね、しっかり合わせて、でこっちの角も合うようにして、いいねと思ったら、よいしょ、貼ります。まだね、ちょっとここら辺ちょっと浮かすかもしれないけど、あのまたちゃんとつくんでね、心配しないでくださいね。よいしょ、外して、うん、結構時間経つね。2ページとりあえずやめとこうかな。でここにこう来るってことは、これもね、どっち向きでもいいのか、あれや、うん、合うか、おへんの、こっちも合わへんもんな、あれどっち切り落としたんや、私、まあいいわ、気にせんとこ、こっちやな、きっと切り落としたん、こうやな、こう切り落としちゃったよな、じゃあもう気にせんと貼っていこう。なのでね、これもね、こういう感じになるように貼っていきます。よいしょ、ん、ハグ外れたね、ここは逆、ここにね、つながるような感じで、つながるような感じで貼っていきます。そしたらね、最後ここだけ
っと待って、斜めっとるよあなた、斜めっちゃいかんよ、斜めっちゃちょっとごめんね、ちょっと手前にさして、斜めっちゃっとるよあなた、斜めっちゃいかんよ、で最後のここだけね、一回ちょっとこう浮かしてやってください。でこう突っ込んでもう一回貼るとで反対側じゃない、下も同じようにねよいしょよいしょ、剥離紙をねちょっとめくったらこっちにねまず合わせて、で下の幅ね、下の幅が一緒になるようなところで貼って、そしたらこれを外して、でまっすぐここに向かって貼っていって、最後だけねちょっと浮かせて無理やり浮かせるという、で貼ると、でここも同じくね、あの絵合わせのつもりでやるんで、この折り紙のねこっちに合うように合わせて、こっちの角をねちょっと剥がしときます。よいしょ、でおずれてるね、よいしょ、で折り紙合わせたらこの角貼って、ちょっと取れやんよあなた、そしたらここをねピシッと貼って、そしたらもうあとは両面テープ全部ね剥がして、そういえばあれやね、シン・エヴァンゲリオン3月8日やったっけ、上映見に行かでまたねここ、あさっき定規でやったけど今ちょっとヘラでやっちゃうけど、あの、ね、真ん中から端へねこうやって浮かして、であとはしっかり、もしねこれがもう一回浮いちゃったらパカパカしちゃうっていう時は、あのこういうね手芸用速乾手芸用ボンドとかでつけちゃうとしっかりつきます。はい、これでね縦ページ完成です。もちろん後でねいろいろ飾りはつけるんですけど、とりあえずシンプルな形でっていうことでね、とりあえずここで一旦終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。